こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ラルフローレンのチルデンニットを着まして、中にフレンチラコストの黄色を着ております。で、パンツが珍しく今日はショーツ、イタリア軍のヴィンテージのショーツを履いたスタイリングになっております。まあ、上半身は結構ボリュームがあるんですけど、まあ、下半身でちょっとこうバランスを取ったスタイリングになっております。まあ、ショーツを履くときは基本的にやっぱりこう上は長袖にいっていきたいなと思っております。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回は私が行っておりますインスタグラムで7月度で一番いいねが多かったスタイリングを紹介したいと思います。そのスタイリングがこちらになります。ブルックスブラザーズのネイビーのキャップをかぶりまして、同じくブルックスブラザーズのネイビーのブレザーで、中に着ているウエスタンシャツが DC というアメリカのウエスタンシャツ、シャンブレーのウエスタンシャツになります。で、ネクタイが、シーワード&スタンという、イギリスのネクタイになりまして、リーバイスの501の WX、 足元がパラブーツの、バース、いわゆるテッキシューズブラウンを合わせたスタイリングになっております。コーディネートのポイントとしてはいくつかあるんですけども、まずは基本的にはこうネイビーの、まあ、ワントーンというかネイビートーンで全体をまとめたスタイリングっていうところがポイントで、まあ、その中でこうグリーンとイエローっていう色目が、まあ、こう生きてくるようなスタイリングにしております。で、まあ、テイストで言いますと、まあ、ネイビーブレザーを使った、まあ、スポーツプレッピーのようなあのスタイリングなんですけども、タイドアップをしたジャケットスタイルなんですけども、まあ、それにこうキャップを合わせてるっていうところもポイントとしては高いかなと、あのプレッピーな雰囲気が出せてるかなと思っております。で、もともとキャップをかぶった時に足元はあのオールデンのいわゆるベーシックなペニーローファーを履こうかなと思っていたんですけども、もっとこう軽い感じにしたいなと思いまして、パラブーツのバース、デッキシューズを合わせたスタイリングになっております。で、まあ、基本的にこうパラブーツのバースにネクタイをするっていうことは、まあ、普段そんなにたくさんするわけではないんですけども、私は結構こうスニーカーにネクタイをしたりもするぐらいなので、普通にネクタイをすることにそんなにこう違和感はなかったんですけど、今まで何度かこれをご紹介した時は、まあ、ネクタイはあまりしない方がということは言っていたんですけども、一般的にはあまりしない方が、まあ、こう全体のスタイリングとしてはまとめやすいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、私はこういうあえてこういうのにネクタイをするとかジャケットを着るとかっていうのは結構好きなので、意図的にそういうあえてを作ったスタイリングになっております。あとはこの WX の501の WX を履いていましたので、足元にこう下半身が少しこうボリュームがあるというか、こうテーパードしていないシルエットのジーンズになりますので、まあ、そのあたり の, そのボリューム感っていうところも考慮して、靴は少しこう小さく見えて、でキャップとあとはこのブルックスブラザーズの肩パッドが少し入っているジャケットにすることで、上半身、まあ、頭も含めた上半身というところで少しこうボリュームを持たせたっていうところが、こうシルエットのバランスっていうところが今回このスタイリングの一番のポイントになってくるかなと思います。色合わせとかその使ってるアイテムっていうのはそんなにこう難しいものがないので、シルエットのこうボリューム感でちょっと面白さを出したスタイリングかなと思っております。あと、まあ私はいつもこのチャンネルでもよくお話をしておりますが、こうデニム素材のセットアップ、これまあ中はウエスタンシャンブレーのウエスタンシャツなんですけども、まあ、シャンブレーとこうデニムっていう、こう色落ちをしていくっていう、そういう素材感をセットアップのようにして着るっていうのは、まあずっと昔からこのチャンネルでもお話をさせていただいておりますが、そのスタイリングでネクタイをしないと結構こうラギッドなスタイリングになるんですけど、そのあえてそのラギッドなものにネクタイをするっていうのも本当に大好きで、テイストのミックスといいますか、そういうこう面白さ、コーディネートの面白さがこういうところで出てくるのかなという気がしておりますので、もし皆様もちょっとこう挑戦してみたいなと思われる方は一度取り入れていただければいいんじゃないかなと思いますし、もしそのこういうのをされる場合はシャツの色は、まあ、少しこう薄めのシャツの方がコーディネートのまとまりは絶対出やすいと思いますので、まあ、そのあたりはポイントとして覚えておいていただけるといいかなと思っております。ちょっと今回に関しましては割とこう私の中ではこうベーシックで私の中では定番的なスタイリングになりますので、まあ、これ以上あまりこうお話しできることがあまりないので、今回は簡単ですがこのあたりで終了させていただきたいと思っております。それではまた
8月度ですね、まあ、夏のスタイリングになると思うんですけども、いいねが多かったものをあの集計してご紹介させていただきますので、楽しみにしていただければなと思っております。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。